こんにちは。3月28日木曜日の IG 証券ランチエクスプレス、キャスターの長谷部まなみです。27日の外国為替市場で円相場は一時1ドル151円97銭をつけ、およそ33年8ヶ月ぶりの円安水準となりました。今日この番組ではこの後ドル円の今後について詳しく見てまいります。まずは昨晩の海外市場の動向から確認してまいりましょう。はじめにアメリカの株式市場です。四半期末を控えた調整売りをこなし、この日の主要な株価指数は上昇して引けました。出遅れ感のあったディフェンシブ株や景気敏感株の買いが相場を下支えしました。次にニューヨーク原油先物です。続落して終えました。アメリカの原油在庫が予想外に増加したことが相場の重しとなりました。続いてニューヨーク金先物です。米債市場で利回りが低下したことを受けて続伸して引けました。おしまいにアメリカの債券市場です。7年債入札が好調だったことを受けて、この日の米債市場では利回りが低下しました。以上、海外市場の動向をおさらいしました。続いてここからは最新の市場分析をこの方とともにお送りしてまいります。IG 証券シニアマーケットアナリストの石川純一さんです。石川さん、こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、円安は進行しまして、はい、三者会合ですか。これは円安の動きを牽制したものだと思いますが、まあ、そういうメッセージでしょう ね。どうご覧になりましたか。うん、そうですね、まあ、基本的には152円レベルの攻防というのは非常に重要な分岐点にありますので、うん、はい、まあ、ここをですね、情報ブレイクしたらですね、まあ、新たな上昇局面へ、突入する、まあ、そういったですね、まあ、重要な水準であるということは、まあ、市場参加者もですね、当然ですね、政府日銀の当局者も分かっていることでありますので、まあ、神経戦が今後もですね、目先は繰り広げられるのかと考えております。はい、というわけで今日はこれテーマにお送りしてまいりたいと思います。はい、こちらです。ドル円は151円90銭台で神経戦に、と。今後のトレンドは国際商品市況の動向次第かということで、まずはサマリーからお送りしてまいります。まず分岐点での神経戦へ突入するドル円、続いてドル円が底堅さを維持する要因について、おしまいにトレンドを左右するのは国際商品市況ということで気になりますね。はい、はい、早速まずはドル円です。分岐点での神経戦にということですね。まあ、結論から言いますと、はい、赤いライン151円90レベルですね。まあ、昨日は高値97まで行きましたけれど、冷やしローソク足の実態ベースでは突破できず、結果頭が叩かれて反落、それでも151円台を維持ということで、まさに151円の攻防、神経戦が繰り広げられているという状況ですね。で、まあ、この151円90というのは22年の高値でもありますし、23年でも高値でもありますし、ここを突破したらですね、今回ここを突破したら、まあ、新たな上昇局面にシフトする、まあ、そんな分岐点にもありますので、当然市場とですね、政府日銀のですね、激しい攻防がですね、今後も繰り広げられると考えております。はい、ただですね、こちらのチャートを見ていただくと分かる通りですね、もう下落トレンドを出した後短期サポートラインを形成して、かつこの上昇トレンドのサポートラインを未だ維持している状況を考えますと、やはりですね、トレンドは上値トレにあるのかと考えております。で、この151円90レベルをですね、完全に情報ブレイクしたらですね、今度は1円レンジで新たな上値の水準を、まあ、見極めることになると思うんですけれど、まあ、その際ですね、当然上昇幅が激しければ円買い介入ですね、こういったところを意識すべきかなと思います。そうなってくると上昇幅が拡大すると同時に下落幅も同時に拡大するということで、まあ、のボラティリティの高い、拡大するですね、相場になるかと思います。まあ、これは翻って言えばですね、まあ、売りからも買いからもですね、取引チャンスが増えるということがありますので、今外為市場の通貨で何を注目すべきかといったらですね、やはりこのドル円かなと思います。そうですよね。まあ、そもそもの円安水準にあったところで日銀が動いてまたこう一段階進みましたよね。これは何でなのかというところですよね。そうですね、日銀は大規模緩和のですね、解除を決定しました。そして円安が進行してしまいました。はい、特に対ドルです。はい、ということで、次はですね、その点についてお話しさせていただきます。はい、こちら日米利回り格差のチャートですね。はい、まあ、いろんな要因があるんですけれど、その
いろんな要因を詰め込んだのがこのラインチャートということになります、はい、端的に言うならば赤いゾーンと緑のゾーンに注目していただきたいと思います。とまず赤いゾーン、昨年の後半以降ですね、黒いラインの2年債利回り格差、まあ、日米の利回り格差をはじめとしてですね、5年債も10年債の利回り格差も同時に縮小しておりますと、うん、これはアメリカの金利が低下したことによって日米の利回り格差が縮小したんですけれど、はい、赤いライン見てください、ドル円同じく下落しているということで、うん、トレンドが一致してますと、で一方ですね、2024年を境にして、ね、今度は緑のゾーンを見てください、縮小の圧力が止まりました。要は利回りの縮小圧力が止まって、むしろ拡大の傾向が見られますと、うん、赤いライン、ドル円が反発している、うん、この状況を考えますと赤と緑のゾーンが示すことはですね、結局のことをいろいろ言われておりますけれど、この日米の利回り格差の動向がですね、ドル円のトレンドの決定要因となることは分かりますと、うん、じゃあですね、トレンドの決定要因がこの日米の利回り格差にある以上ですね、やはり金利の動向が非常に重要かと思うんですけれど、はい、まあ、日銀の方はですね、当面の間緩和的な環境が続くと、まあ、上田総裁もおっしゃっているようにですね、やはり急速にですね、これから先政策をですね、どんどんですね、引き締め方向に動いていく可能性は現時点では低い、うん、ということを考えますと、やはり目先はですね、まあ、6月の利下げが意識されている FRB、うん、果たして6月に動くのかどうか、やっぱりこの点を見極めていく必要があるかと思いますが、はい、それはインフレの動向次第ということで、うん、まあ、今週29日まあ、主要な海外市場はお休みの日ですけれど、ある重要な物価指数が発表されます。それがこちらですね、はい、指数ですね、見てまいります。アメリカの経済指標ということで、個人消費支出価格指数ですね。そうですね、まあ、アメリカのですね、インフレ指標、まあ、物価指数の中ではですね、消費者物価指数 CPI、 そして生産者物価指数 PPI というのがありますけれど、うん、FRB が最も注目しているのはこのですね、個人消費支出価格指数、まあ、PC デフレーターとなりますと、はい、まあ、前月比の方からクローズアップして見ていきますと、まあ、ポイントはですね、コア指数にあるかと考えております。でこちらですね、右肩上がりの矢印が示す通り、コアの方ですね、まあ、変動の大きい食品とエネルギーを除いたこの指数なんですけれど、うん、上昇してますよね。もう前月比ではですね、インフレ圧力の根強さが確認されています。ただ今回のですね、2月のですね、予想を見てみますと、前回の 0.4 から 0.3 にインフレが抑制される予想となっていますので、果たしてこの予想通りとなるのかどうか、それともこの予想を超えてしまってインフレ圧力の根強さが示されるかどうか、この点が注目されます。で一方ですね、右側の方のですね、ラインチャート、前年比を見ていきますと、インフレは鈍化の傾向にあります。ありますけど、今回の予想値を見ていただきますと、総合の方ではですね、こちら 2.5% と前回の 2.4% から若干ながらインフレがですね、再び加速する可能性が示唆されていますと。でコア指数赤いラインの方を見ていきますと、こちら 2.8% で横ばい推移ということで、インフレは確かに鈍化の傾向にあります。しかし今後注目すべきは、そのインフレの鈍化傾向がですね、どんどん下火になってですね、インフレが低下しないリスクが示されるかどうか、この点がですね、前年同月比は常に注視すべきことでありますので、いずれにしてもこの物価指数でですね、来週以降のですね、米金のトレンドを左右する可能性がある材料として、こちらの内容に注目していたいと思います。なるほど、うん、まあ、強いアメリカの経済を示す指標というのは、他にもどんどん出てきますからね、これからね。まあ、来週ですと、あと雇用関連指標ですよね。5日にあの雇用統計、4月5日に雇用統計発表されますけれど、はい、うん、こちらの方でもですね、あ、雇用やっぱり強いのかと、労働市場強いのかといったらですね、当然平均時給の動向とかも注目しながらですね、うん、まあ、の相場のです、ね、変動をですね、常に確認していくことが重要かなと考えてはおりま す, です、ね、うん、そしてアメリカのその金利のトレンドを見ていく上で、はい、ある重要なチャートがあるということ で, そうです、ね、続いてご覧いただきたいと思います。こちらです。米国の長期金利と原油先物価格のチャートです。はい、アメリカの長期金利、基本的にはですね、インフレのですね、先行きをですね、見込んで動く特性がありますと、はい、でそのインフレはですね、今家賃でありますとか、まあ、住居費ですよね、うん、あとはサービス価格の方に注目が集まっておりますけれど、まあ、個人的に注目しているのが国際商品市況の動向、特に原油ですよね。でこちらのですね、ラインチャートを見ていただきますと、うん、上の赤いラインが、アメリカの10年債利回り、いわゆる長期金利ですね。で下の黒いですね、2本のラインがですね、北海ブレント原油先物、そして WTI 原油先物ということで、見事にですね、23年以降のデータをラインで示しますと、そのトレンドが一致していることが分かりますと、はい、特に23年の5月以降ですね、上がって下がって、そして2024年、また上がっていると、うん、同じラインを描いているということは、うん、アメリカの長期金利とは基本的にはですね、やはり原油、このエネルギー価格の動向で左右されやすい今状況にあるというふうに考えることが
できます。じゃあそうなってくると原油なんですけど、今後の展望を見極める上でポイントは2つありまして、はい、1つは短期的に見てですね、今 の一部の産油国が自主減産踏み切っておりますけれど、これ6月まで延長しました。果たしてそれをですね再び延長するのかどうか、もしそのような形になるならば、このラインチャート下がりはしてもそれほど下がらない、むしろ上がる可能性もあるということで、そうなってくるとアメリカの金利のですね低下圧力の後退要因になりかねないというのがまず第一点、うん、で中長期的にはやはりですね中東情勢と、あとは中国の景気リスクですよね。これがどのように推移していくのか、この情勢次第でですね、やはり原油相場というのはですね上下に振れる展開が予想されますけれど、今のこの中東情勢を見ているとすぐにですね、解決の方向に向かう可能性は低いですし、中国の経済リスクもですね、不動産の市況のですね低迷とかを考えますと、かつての日本のですねデフレ不況に陥ったですね、その入り口にあるようなムードも感じますので、短期的にですね、中国経済が上向く可能性も低いということはですね、こういったところですね、原油価格が上値が抑える要因にはなり得ます。そうなってくるとまた産油国の方ですね、この協調減産継続とか、もしくは自主減産とかですね継続になることによって上値は抑えられるけど、でも下値も硬いということで、原油価格がこの80ドル付近で高止まり、結果アメリカの長期金利もなかなか下げ止まらない。そうなってくると FRB の慎重姿勢も続くよねと。で、FRB の慎重姿勢が続くとしたら6月利下げ、この可能性もまた後退していく可能性がある、じゃあそうなってくると金利もなかなか下げ止まらない、むしろ日米利回り格差は今の状況で右往左往する可能性がある、ドル円も今の高止まりの水準で売り買いを交錯して神経戦が繰り広げられる、むしろ152円情報ブレイクして新たな展開シフトする可能性もあるということで、とにもかくにも国際商品市況の動向に要注意かなと考えております。なるほど、なぜ今国際商品、市況が重要なのかというところをここからまた詳しく解説いただきたいと思います、はいはい、まずはこちらのチャートをご覧ください。こちらは米国の期待インフレ率のチャートになります。はい、やはりですね、市場が抱く期待インフレ率は非常に重要でありまして、こちらのコロナショック以降のですね、2020年以降のですね、動向をですねラインチャートで示しました、はい、注目は赤いラインの1年先短期の期待インフレ率なんですが、右側を見ていただきますと丸い枠で囲った通り急速にですね2024年に入ってから上昇してますよね、はい、で先ほどお見せしたですね米金利と原油価格のチャートも同じトレンドを描いているということは、やはりですね原油価格の上昇はインフレの上昇圧力を高める要因になり得ると。結果金利も下げ止まってむしろ反発していると、でさらに期待インフレ率、市場が抱く期待インフレ率もですねこういうふうに上昇しているということで、やっぱりこのインフレ期待というのはですね将来のインフレ動向に非常に大きな影響を与えます。あともう一つのインフレ、期待インフレ率の指数としてはミシガン大学が調査している人々が抱く期待インフレ率もあるんですけど、こちらも1年先は 3.0% で下げ止まっているということで、根強いインフレ期待が見て取れるということは、これが果たして今後の消費者物価指数、そして今週のですね、PC デフレターどのように響くのかどうか、今後も含めてですね注目しておくべきことではあるんですけど、現状こうなっているということは FRB が示唆する通りインフレの再燃リスク、これをまだまだですね警戒すべきフェーズにあるかなというふうに考えることができますし、さらにこの期待インフレ率、これに影響を与える要因として原油の他にですね国際商品市況、もう一つ注目しておきたい市場があります。それが最後、こちらですね、はい、こちらはニューヨークココア、砂糖、オリーブオイルの価格チャートです。はい、いずれもですね私たちの食卓にですね、深く根ざしたですね、商品かと思うんですけれど、はい、まず左上ニューヨークココア、今最もホットな市場かなと思いますね。こちら週足チャートが、すごい動きですね。そうですね、2024年以降カカオ豆の先物価格が急上昇したことによって、その業務がですね西アフリカの疫病にあるというふうに指摘されておりますけれど、それに追随してニューヨークココアの先物価格急上昇しても最高値更新というふうに状況になっておりますと。で真ん中見てください、砂糖先物ですね、こちら2023年に急騰して今急落しているということで、かなりボラティリティの激しい相場になっておりますということですね。で砂糖とですねココアはやはり食卓にですね我々の食卓に根ざした食品ということでありますので、こういった価格の急変動というのはやはり人々が抱くインフレに対して、あちょっと待てよと、インフレこれから根強く続くんじゃないかといったですね期待をですね根付かせる要因になりかねないと。で最後こちら赤いライン見ていきますと、オリーブオイル価格史上最高値更新ということで、ヨーロッパの方ではオリーブオイルというのは非常にですね、重要なんですね、食卓に並ぶ商品ということでありますので、こういった状況を考えますと、食品価格エネルギーと並んで変動幅は大きいです。
大きいですけど、こういった状況がですね、今後も続くようですと、人々が抱くインフレ期待もですね、あ、やっぱりインフレって下がらないのかなっていうふうに思ってしまう、そういった心理的な作用ですね、を働くかけるですね、こういった状況になっておりますので、そうなってくると、人々が抱くインフレ期待も根強い、市場が抱くインフレ期待も根強い、そうなってくると金利はどうなんだと、下がりにくいよねと。じゃあそうなってくるとドル円どうなんだというと、日米利回り格差縮小せずにむしろ拡大する可能性もある、そうなってくると話は戻りますが、151の90レベルの神経線をですね、一気に情報ブレイクしてさらなる上値取られる可能性も出てくるということで、今ドル円はですね、まあ新たな上値の水準を見極める局面にあるかなと考えております。はい、石川さんの解説でした。ありがとうございました。お送りしてまいりました IG 証券ランチエクスプレス、来週からは新しいキャスターが登場となります。ですね、私がキャスターを務めさせていただきますのは今日が最後となります。約10年ほどですね、この番組とともに過ごしてまいりました。もう毎週木曜日のお昼休みが楽しみになるような、そんな日々を過ごしてきまして、皆様には本当に感謝しかございません。ありがとうございました。でこの番組でいろいろと石川さんの分かりやすい解説で海外にも目を向けるようになりまして、4月からは私ごとではありますけれども、海外を拠点に活動をしていくこととなりました。まだこのメディアの仕事は続けていきますので、皆様にもどこかでお目にかかれたら嬉しいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。そして番組、これからは私も一視聴者として、あ、ぜひぜひ、もう一ファンとしてですね、はい、この番組のそばに居続けたいなと思っておりますので、見ておりますので、はい、はい、今後とも、IG 証券ランチエクスプレス、ぜひ来週からはまた新しいキャスターで新しい風が、ね、そうですね、吹くかなと。ただ振り返ってみるともう10年ぐらいなんですよ。振り返るんですね。振り返っていただきました。ね、本当にすごいですよね、この番組をね。10年の月日がご一緒させていただいて、こちらも本当にありがとうございます。本当に皆様にもですね、最後までご覧いただけてありがたいなというふうに思っております。ちょっと私からさ、あとストックボイスのスタッフからもですね、ちょっとささやかな、いつの間にこちらをちょっとお渡ししたいと思います。本当に10年間ありがとうございました。どうな、ありがとうございます。いただきます、はい、嬉しいです。まあ綺麗な、ありがとうございます。いやすいません、本当に過去にも花束をいただいたことがあるこの番組最後もこうしていただけてありがたいな、幸せを感じております。皆様も本当に今後ともぜひ毎週木曜日楽しみにご覧いただければなと思っておりますので、はいはい、今度はですね、ぜひ、はい、一視聴者としてこの番組のサポーターになっていただければと思いますので、はい、もちろんでございます。はい、共に盛り上げてまいりましょう。それでは IG 証券ランチエクスプレス、今週はこのあたりでお別れです。ありがとうございました。失礼いたします。